コンコン始まりました、今回も、張り切って放送したいと思います。今回も張り切って放送しています。第21回目になります。今回は、知識の取得をしたいと思います。で、どうやったら見つけられるのかなと思っていろいろ調べてたんですけれども、ググったらこういう結果になりました。まずはどの知識かというと、人物、特殊貿易管理人、管理者、これですね。これのオルビア村の、密貿易商人、これの、知識を得たいと思います。これが夜の10時から朝の7時ではないと現れないということなので、まずはオルビア村、オルビア村に来ております。オルビア村の今はどこにいるかというと、ローリーの前ですね。ローリーは、貿易管理人になります。この貿易管理人の、左の方へ行って、よいしょ。どこにいるかというと、ここにおります。謎の男。こいつに話しかければ知識がゲットできます。えい。ちょっとストップ。行動力が2増加しました。会話したいのなら少し離れてくれ。密輸品の取引は命が関わってくる。はい、終了です。密輸は君の成功に悪影響を及ぼすことがある。慎重に考えるんだな。これを、知識を得るには行動力が5必要なので注意が必要です。以上で、知識、黒ネズミ商談、謎の男の知識をゲットできました。今回は以上です。それでは次回第22回目をお楽しみください。それではまた、バイバイ。